窃盗疑いで東京、虎ノ門病院の医師を再逮捕、黒装束で泥棒をする映画に刺激、東京と市の住宅に窓ガラスを割って侵入し現金を盗んだとして、警視庁捜査参加は13日までに、窃盗と住居侵入の疑いで、虎ノ門病院、東京都港区、の医師、東山幸容疑者、31歳、を再逮捕した、どうかによると、 逮捕は3回目で、黒装束で泥棒をする映画を見て刺激を受けた、と供述している。遠山容疑者は金沢大に在学していた2016年5月に金沢市内の住宅で、21年4月に多摩市の住宅でそれぞれ現金を盗んだとして、窃盗容疑などで警視庁に2回逮捕された。他にも金沢市内や千葉県内の住宅で同様の手口による窃盗被害などが41件確認されており、 同うが関連を調べる。再逮捕容疑は21年4月25日未明、多摩市の住宅にドライバー上のもので窓ガラスを割って侵入し、リビングから現金約5万2000円を盗んだ疑い、多摩市内の事件現場周辺の防犯カメラなどで遠山容疑者が浮上、その後の捜査で金沢市内の事件も発覚した。